シンちゃん、たかまえぐい、といたら新数系クワニョンダブルウィッシュ。ほんない、チュンといっとい、コンビンスイティー。ほんない、こんのんか、あっち、サウキーゼコロナ、ティー、ランダルティー新数系、ギーデンダイ、シンスケ、タッタッ、ガクニー、ダビー、チフィーベー、バオスイティーンダイ、タイドオロイ、チュキーゼコロナ、チフィーナイラモンギロンモッチャムハイミンエンリバウロイサウドモイングイムアベデチョイバイオラチバンコンボトイシスケムアコンボナイコンボナイラチフィーハイチャムチンミンエンリバウドジョジョイドバイオシスケカムタイマッハンモアベディクイティンドチョイセルはクンバンデンモバン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 デンチュンとイホンテトゥチョンディバウトゥミニャー行ってみようぜ楽しめるかどうかやそうね久々の久々ほんともう何年ぶり3年ぶりぐらいレッツラゴOK ナイスわで俺ね前来た時ねあそこが入れんかったよ工事中でプールのとこああねそうあ行けるかないやこれよ日本ではねそう有名な写真家の方が、機械遺産として紹介して世界遺産ならぬ機械遺産それだけどもうその人個人のそうだ、まあ、あるよね、そうそう認定ってことだね、うん、ネーミングというかChào các chàng trai, cô gái, chào các em, các cháu, chào quý ông, quý bà. ほら、わあ笑っとる。これですよ。飯のところ閉まってる。いや、なんか時間切れでしょ。時間切れも今2時だけ。いや。え？そういうことでしょ。納得いきません。いやほら遊園地大体そういうもんだから先輩納得いかないだろコロナ開けた言うてもまだまだそう人の動きっていうのでも俺日曜日かなんか通ったよこの前ああ結構人いたよやっぱねこのさもう、うん、オブジェとかに俺らちょっと慣れとるけど、うん、やっぱ漏れよね初見の人見たらこれないもん世界どこ見てもそうないよめちゃめちゃ普通だけどなどこがよく見るよどこやねん熊本動植物園なかったっけないわ熊本動植物園動物と植物しかないオブジェなかったこういうねちょっとこうお寺というかお参りするような場所もねちゃんとあるけどねいやコンボでプール入れたやんえぶっちゃけこれだけでも1500円ぐらいの価値あるぞこれだって流れるプールあるしあのドラゴンのやつもウォータースライダーでしょあそこからこう流れてくるやつはええやんすごいよ今ほんと南国って感じあこの絵の感じが南国あの風見たらめっちゃ涼しいわうんでも水が多いけどね風も涼しい休憩所使えるやんえ結構なんかめっちゃ椅子あるめっちゃ椅子あるいや、狛犬だらけここが、何でしょう日本の狛犬の先祖でしょ、これがでかすぎるすごいよだってお前の身長がさ3m80 でしょ3m80 ってなったらもうこれいくつよでももう進撃の巨人とかの話になってくるよ出てくるなああこれなのかもしれん進撃の巨人のそのモデルなるほどねなるほどねじゃないだろ絶対に日本の皆さんも何か心打たれるんじゃないでしょうか
だってお前今あの人みたいな顔になってる、あの石投げてくる知恵の巨人やん。今はそんな顔してるよ。なんで最終回してしまったんだい。続いてほしかった。え泣いてるやん。やばい、泣いてる。ブーン。あれじゃあブーンじゃないんだ。ハチ男になって帰ってきてるやん。思ってる以上にビビった。結構暗くない？いや暗い。めっちゃ暗くて、しかもそのオブジェがさ、結構顔とかがリアルに露骨にパカーンって割れたりとか、まあ、その入ってみて見てほしい。ネタバレ？それネタバレになるけんね。俺は全部言いたくないけど、どこがパカーンって割れるのかとか、ぜひ見に来てほしい。じゃあ行こう。うちの娘とかだったら多分ダメだと思う。もう動けない。動けん。へー、来た。結局ここがメインみたいなとこあるよ。そうね、水天公園といえばワニ。ワニといえばワニ釣りでしょ。いやもう今2個目でいけただろ。ワニ釣り、ワニ釣り。あれ俺ちょっと待って、え同じ現象してるやん。俺ないわ。落とした。まるまる入れ、チケット全部落としました。落としてるやん、あいつ。なんなんやん。ワニがね、こんな近くにいるんですよ。ほらい、買うか、サオ、ルフォン。ハロー。何円？一回5000ドン。もらおう。カウカサウドサドアンドフォン。フォンドカウカサウドティサドアンドフォン。え？何？見つけてる。見つけた。普通のところで普通に見つからんけど、普通。普通に押してた。あ、右いっぱい、こっち。本当？いや、いっぱい来て、来た、こいつ来たよ。じゃあ、え、こんいや絶対釣る、絶対釣れる。おい、来た。なんかさ、悔しがれ。そのせめて編集でどうにかするじゃん。おい、来た。惜しい。惜しかったぞ。惜しかった。結構もうだって。半分ぐらい陸まで上がってね。もうここまで行けたら行ってた。もうゴムゴムのガドリングで行けてたところまで。急に急に素手で戦う話してるよ。行けた。よし。惜しかった。オッケー。ルーファー？ルーファー。ここね、前ね。でっかいドクターフィッシュがおる場所だったんよ。え？けど今ちょっと全然いないというか、もう多分全然機能してない。めっちゃちっちゃい。おるおる。何？あそこおる。やば。めっちゃでか。やばい。もうドクターフィッシュの域超えてきてる。まあ、通常のちょこちょこ泳いでるのもまあちょっとでかいなって思うけど。いやこれはちっちゃいんだよ。俺前来た時はだいたい。7、8センチ、まあ、でかいよ。日本よりでかいけど。いや、いいじゃん。あ、動いたよ。結構怖いよ。うわっ。怖さ感じるには早すぎる、ね、うわ。まだ怖い。ほぼお父さんと寝て一緒だから。
いや、久々来てね。どうやら2年ぶりなんでしょ、ちょうど2年、ちょうど2年ぶり。前来た時はね、ウォンさんと来た時に感じた時は、やっぱね、修理してるところ多かったんよ。あ、その時？そう、ウォーターパーク、あそこがやっぱ一番良かったな。持ってくれよかったって思った。てけど水着普通になんか売ってたし。そうか、あそこで買えばいいよね、うん、だけどね。まああとね、ジェットコースターとかもあるしね。そう、まあ俺らのコンボにね、全部ついてるわけじゃないけど。そうね、うん、まあでも別に追加でさ、その何、買い足すこともできるじゃん。そうそれもできるし、ね、遊びのダーツのやつとかもさ、うん、だからお金払えばできるところも他にもあるし、まあ、いや、いいんじゃない。29万の安いんじゃない、リアルに。そうね、うん、まあ、まあプールだけでもだいぶ価値高い、うん、もう全然あの子供と一緒に来て家族連れで遊ぶのはありかな、うん、すごい機械遺産こっから眺めて見えるやん。結構怖いわ。え、お前高所恐怖症？あ、そうなの。高所だけ結構怖い。今まさにてっぺんに来ましたが、水天公園の天下取った、天下を取りましたので、皆さんもぜひ天下を取りに来てください。1500円でこんだけ楽しめるのは水天だけ。ぜひ古代すぎない？古代広告だ。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。Night and forget, 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 forget,